はい。はあ、はあはあはあ。はあはあ、はあ、はい。ピントも大丈夫です。よし。はい。大人が3人ならね。で、皆さんこんにちは。ポジショナル進化タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日、いつもと違う感じで、動画を撮影しておりますが、今日私はですね、福岡にございます、天文ハウス富田さんというところに来ておりまして、そこで、その店内でですね、撮影をさせていただいてます。ありがとうございます。で、まあ、なんでここで動画を撮ってるのかっていうのをまた後ほど解説したいと思いますが、まず今日のゲスト、はい、こちら。はい、星空案内 YouTuber をやってます。星空の酒井と言います。星空案内 YouTuber さんですね。はい、星空さん、星空の酒井さんをお招きしました。で、特別ゲストで、こちらのおじさん、はい。はい、デモリフレクションズの山口でーす。山口編集長も、はい、来ていただきました。とても素晴らしい YouTube チャンネルを運営されているので、ちょっと我々、まあ二人ですよね。我々二人を応援したいなという思いから、今日ですね、これ動画を撮影します。概要欄に酒井さんの YouTube チャンネルリンク先ございますので、ぜひチャンネル登録、はい、通知をオンにしておいていただけると嬉しいかなと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。自己紹介ですか？お願いしてもいいですか？どんな YouTube チャンネルをやられてるんでしょうか？はい。小学生とか、まあ、その小学生の お子さんを持つ親御さんとかに向けたような、まあ、いわゆる望遠鏡とか、カメラとかを使わなくても楽しめるような星空の解説をやってます。ああ、はい。なるほど。そうだね。なんか私カメラ系じゃないですか。で、天竜さんはもうガチ天系なんで、でこう我々私とね天竜さんがこう攻めきれてないというか抑えきれないところをこう酒井さんが、こう訴求してくださってる、まあ星空の素晴らしさ自体っていうんですかね、広く広めようというような活動されてらっしゃる酒井さん、その星空の酒井という YouTube チャンネルを運営されてますが、どんな動画を投稿されてますか？基本的にはあんまりマニアックになりすぎないような、うんうんうん、例えば今月の星空情報とか、うんうん、見どころとかっていうようなのが大半なんですけど、まあ、1個の星座にピックアップしたりとか、あとはちょっとマニアックなとこで言うと、僕星の名前に特化したというか、まあ、それが好きなんで、はい、そういうのに特化した動画を出してたりもします。想定視聴者は子供さんを含めてもう 全人類っていう、そんな感じ。そうですね、全人類を対象としつつたまにマニアックなことを喋りつつ、基本はこう本当なんとなく空を見上げて星が好きって言ってるような人をターゲットにしたいなと思ってます。はい。次の動画はどんな動画になるんですか？次の動画はですね、ちょうど獅子座流星群が近いんで、獅子座流星群について取り上げようと思ってます。とても有名なんですけど、実は大して流れないじゃないですか。その理由と次の当たり年の話を、まだ遠いんですけどね。あと10年待とうと。そうです、そうです。でもなんか今の話聞いただけでも、それこそなんか自分みたいにね、そのカメラ系で星好きな人もちょっと聞いとこうかな、知識的にね、見とこうかなみたいな感じしますよね。月食とか流星群とかライブ配信するじゃないですか、我々。でその時に結構お子様とかね、その主婦層の方とか、割とね普通の普段と違う人が、うん、来るんですよね。いらっしゃるんですよ、ね。でやっぱりね、その星のマニアックな話しか普段やってないから、そういうのしかできないんですよね。まあ、引き出しじゃないんですよ。そうそうそう。だから、その星座の話とか、なんかね、ギリシャ神話の話とか、そういうのをしようとすると、ね、なんかキャラも合わないし、ボロが出るので、なかなかできないところなんですけど、そういうのはもう、酒井さんも専門というか、はい、得意なところですよ。得意なところですね。じゃあもう次の、天文現象ライブで、ぜひコラボとか、どうですか？ぜひぜひよろしくお願いします。心の底にはね、誰しもが、まあ、もっと星空をこう楽しんでいただきたいっていうか、うん、天文普及みたいな思いってあるじゃないですか。子供が星を好きになったから、ちょっとお父さんお母さんも勉強しなきゃいけないみたいな状況になったりとか、あと、子供に連れてお父さんお母さんも好きになったりとかね、星が好きになったりとかっていうパターンもあるので、そういう時にやっぱり、酒井さんの YouTube チャンネルをこう見ていただきたいなと思うんですけども、今、チャンネル登録者どんぐらいなんですか？今598人です。うん、ああ、みたいですね。はい。チャンネル自体はどのぐらい前からやってらっしゃるんですか？もう2年ちょっとやってますね。はい。いやー、なんかもっと報われてほしい。結構ね、いいコンテンツ作ってらっしゃるんですよ。で、ぜひ皆さん酒井さんの YouTube チャンネル、概要欄に貼っておきますので、
チャンネル登録をぜひ。チャンネル登録ですね。ぜひお願いします。応援してあげてください。はい。よろしく。すごくこのコンスタントに動画アップされてますよね。そうですね。毎週木曜日。毎週木曜日。はい、夜7時に更新するようにしてます。曜日も決めて。はい。毎週木曜日夜7時ですね。はい。いや、それね、なかなかできないことですよ。やれないですよ、普通で。なかなかできないことですよ。というのもね、お仕事、昼間ね、はい、お仕事されてらっしゃるんですよ。昼間は、まあ、この今撮影している手間は富田さんの社員さんなんですね。そうですね、はい。今普段はどんなお仕事されてるんですか。お店の上に事務所があるんですけど、事務所では資料作成だったりとかっていう、はいはい、僕天文台の職員なんですよね、はい、なので天文台で使うものの作成っていうのが主ですね、うん、天文台っていうのはあの公共の天文台みたいな。あ、そうですそうです、はいはいはい、公共の天文台で天文ハウス。ちょっとください、もう。なんで天文台ですか？春日市にある、星の館っていう天文台に、僕にとってもそっくりな人が働いてると思うんですけど。一応別人設定ということですね。そうですね、はい。別の人の設定なんですね。そう、それ、この帽子が天文台なんですか？あ、そうなんです。これ帽子が天文台なんですよね。はい、これかぶって星空案内もされたら。あ、天文台でですね、バレちゃうじゃないですか。よう忍ぶ仮の姿なんですから。いや、でもいいじゃんね。なんか YouTube チャンネル見て、このお兄さんがね、あそこで働いてるんだって、会いに行くアイドル的な感じあるじゃないですか。いいじゃないですか。もうぜひ来てほしいですね。会いに行ける星空案内に。はい、じゃあ、星空観望会の日に、はい、そこに行けば、酒井さんがいらっしゃると。そうですね。大体酒井さんに似た人がいらっしゃる。はい、僕に似た人がいますんで、うん、ちゃんと伝えておきますんで。なるほど。双子なんですよね。あ、そうですね。え、いや嘘です。嘘です。なんでそれ嘘ぶっかけ。ちょっとやめて。会社でその YouTube チャンネル、まあ、今やられてますけど、はい、それをやるってなったのはどうしてなんですか。でもスタートのきっかけはもうコロナ禍です。完全に。コロナでちょうどみんな家にいるみたいな。天文台もお休みになっちゃって、はい、で自分もリモートワークしてるみたいな状態で、そもそもその1年ぐらい前に、うん、なんか星空の情報を YouTube で届けたいみたいな気持ちがふつふつ湧いてきて、うん、準備はしてたんですけど、うんうん、もうそういったきっかけが来たんで、うん、これはもうスタート切らなきゃと思って、うん、ここだと、はい、会社にはやりたいですってプレゼンしたんですか。あ、しましたね。やりたいですって言って、でもあくまで仕事の時間ではなく、でも個人として一応立場を分けてやられてる、はい、あ、そうなんですね。じゃあ仕事終わってからやってるという、まあそれは一応課外活動なので、はい、じゃあ会社では動画の編集はしてない。してないです。でも会社は応援してくれてる立場は。あ、そうですね。会社のバックアップがありきで僕はやれてるかなと思ってます。はい、そうですよね。だってね、裾野を広げる活動をしてるわけですから、はい、まあ、それはなんか別に会社とは関係ないから、お前会社に迷惑かけないみたいな感じにはならないじゃないですか。全然、はい、素晴らしい。めちゃくちゃ背中を押してもらってますよ。はい、富田さんがね、なんかね、いい会社じゃん。こう、いいですよ。もうね、社員の方もみんなフレンドリーで、フレンドリー、すごいフレンドリーで、やっぱりね、天文ファンのことを考えてるっていう感じがね、すごくするので、僕も大好きです。なんかみんないい人なんだよね、そしてね。不思議とね、ぜひね、富田さんも利用してみてください。ぜひ行ったことのない方はね、ぜひ天文ハウス富田さんにね、そうそう、一度福岡に出張した時にでも、ぜひお寄りください。やっぱり望遠鏡ってね、解説できないことも普通のお店だと多いし、まあ、置いてない機材も多いので、まあ、こういうところでね、ぜひ、購入していただけたらと思うんですが、ちょっと話を戻しまして、はい、あ、そういえばこれオリオン座なんですか、これ。あ、そうです。この正面ってオリオン座なんですよ。お、はい、あ、ちょっとベテルギウスが赤い。そう、ベテルギウスが赤いんですよ。そうなんです。素敵だ。あ、オリオンベルトがあって、はい、リーゲル、これもうちょっと青い方がいいんじゃないですか。そうですよね。こだわるなら青い方がいいかもしれないです。でもでも天文台のこの被り物もね、すごく凝ってて、こうアルミをリベットで売ったみたいな作りになってて、このリベットがね、星の形をしてるんですよ。あー、芸細かいですね。なんか、はい、YouTube 始めるときにこういうキャラでいこうみたいなイメージで最初からあったんですか。実はですね、もうちょっとこう天文台とかじゃなくて、うんうん、まあ、ベスト着て、うんうん、ちょっとネクタイして、うん、ちょっとこじられた大人の感じ出そうと思ってたんですよ、うん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 、でそれでスタート切ろうかなって思ってた1ヶ月ぐらい前に、はいはい、あれ、なんか似たようなことやってる天文台職員が他にいるぞと思って気づいてしまったんですよ、うん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 、かぶってたと、はい、
あ埋もれちゃうこれじゃと思って何か考えた結果が天文台をかぶろうだったんです。これあの天文台だって気づかない方も多いんじゃないですか。そうなんです、一般の人はあ、なんかあれ工事現場の帽子ですかシートをちょっと開けて望遠鏡が中に入っていればはい。ちょっと幼少期のお話伺っていいですか。おとなしいど真ん中の子供で、もうとにかく人見知り。あ僕と一緒クラスでひっそりしてる目立たない子でした。高校1年生までそんな感じだったんですけど、うん、高1の時に、うんまあ、X ジャパンというバンドと出会いまして、いやもう当時その目立たない、うん、もうひっそりとした少年だったんですけど、うん、あのド派手なステージ、うんうんうん、楽曲聴いて、はいはい、ドーンと心打ち抜かれて、打ち抜かれたと、はい、ただもう、ね、高校1年生ですけど親に俺ギターが始めたいんだっていうのを言えなくて、うん、もう言いたいけど言えないを何ヶ月かして、うんうんまあ、ようやく実は貯めたお金でギターが買いたいんだっていうところから人生のまっすぐな道からトトトトトってちょっと始めていきました。そこ私も音楽やってたんですけど、はい、そこ同じバックボーンですね。そうなんですよ。音楽やってて、はい、で、それ音楽活動いつまでやられたんですか。28までやってましたね。はい、プロを目指して なんなら全国ツアーとかやってたんですけど、はいはい、ツアーもされてたんですね。はい、バンド終わって。うんいやもうそう次何やろうかなっていう、でも情熱が湧くものが一切なくて、燃え尽きた、燃え尽きて、もうただなんとなく漫然と日々を過ごしてたんですけど、まあそんな時にマンションからアパートから星空を見上げたんですよ。いやなんとなくですよ、もうベランダにこうやって、だからあオリオン座があると思って、オリオン座を見つけたんですけど、星との出会い、あそうなんです。でオリオン座はすぐ分かるんですけど、うんうん、冬って他にもきらびやかな星がいっぱいあるじゃないですか、はい、あれ俺この星のこと一つも知らないぞと思って、で次の日気になって本を買いに行ったんです、うんうん、最寄りの駅の本屋さんに、うんうん、でその時手に取ったのが藤井明さんの、まあ、よく見かける藤井明さん、はい、ここにも四季の星座みたいな本だったんですけど、うんうん、もう何気ない本だったんですけど、もう開くページ開くページ知らない、うんうん、毎日頭上に星空があったはずなのに一切知らないようなことがいっぱい載ってて、もうグググと引き込まれて劇的に、はい、もう一気に、一気に好きになります。30手前の大人が、あそうなんです。なんででしょうね。だってその星って普段から見えてたわけじゃないですか、はい、なんでその時急に刺さったんですかね。そうですね、それこそ小学生の頃、うん、夏の大三角習った記憶とか全くないぐらい興味なかったんですけど、うんうん、気づきがあったんですね。多分ですね、バンド活動が終わって心にぽっかりと大きな穴が開いてたんだと思うんですよ。そこにこうピュアな気持ちがこう星となって、はい、押し寄せてきた、押し寄せてきましたね。だからピュアな気持ち大事なんだよね。なんか自分でこうダメ人間やって本当この先生きていけるのかな時代の時みたいな時あったんですけど、だからそういう時ってやっぱねこう原点回帰じゃないですけど、本当に自分が何が好きだったかとか、うん、何やりたかったかっていうピュアな気持ちに従ってそっちに向かうことで結構現状打破できたみたいな経験あるんですよ。だからすごい大事だと思うんだ、そのピュアな気持ちで一途にもうお金のことが何も考えずにそのピュアな気持ちでやってみるっていうのはすごい大事だと思うんですけど、それでじゃあ星関係の仕事探しに行ったんですか。そうですね、星が好きになった後に、うん、いやもうなんか仕事にしたいなって思った時期があったんですけど、うんうんまあ、その時って、はい、ちなみにそのバンド活動されてたって話だったんで、はい、あの外見ってどんな感じだったんですか。いやもうバンド活動が終わってたんでもうナチュラルになってましたけど、うんうん、バンド活動してた時は、まあ、派手な髪色したり、うんうん、そうピアスいっぱいあげたり、ピアスなんですよね。本当だ、もうすごい。これすげえでかい穴開いてるんですよね、これ。これだいぶちっちゃくなった方で。小指とか入るんじゃないですか、全然昔親指が入ってましたもん。ピアスした状態で親指が入るぐらいだったんですけど。すごい。そんなんだったら、ちょっとその時の写真とかあります？ああ、ありますよ。じゃあちょっと出しますよ。これ出しますよ。こんなんでした、みたいな。そっからもう、ちゃんと外見も整えて、はい、再就職しようというか、まあ、違う道に行こうという感じになって、ねはい、星の仕事探したんですけど、うん、やっぱ学芸員の資格がいるとかっていうのを見て一回諦めたんですよ。一回普通の営業職について仕事してたんですけど、30代も半ばになろうとした頃に、
もうそろそろ再就職って多分最後だよねみたいな年齢に差し掛かってきた時に、うんうんうん、やっぱりなんか星にまつわる仕事がしたいなっていう気持ちが再燃してきて、まあ、当時大分に住んでたんですけど、まあ、もともと地元が福岡でちょうど仕事探して全国どこでもいいから行こうと思ってたら、たまたま地元福岡で天文ハウス富田がここの、ね、はい、募集をしてて、すごい巡り合わせですね。ですね、劇的、はい、その時ってじゃあ富田さんは募集してたんですか？募集してました。一人だけ募集してて、うん、はい、もう当時、今の社長、うん、今の会長、はいはいはい、とあと天文部に、吉富さんという人がいるんですけど、その3人から面接を受けて、うん、吉富さんからだけこのピアスの穴が見えてたらしくて、この人はどんな人なんだどんな人なんだってずっと思ってたそうですよ。そうなんだ、はい、でもその場でこう採用決まったんですか？そうなんですよ、その場で採用いただいて、もう最初から天文台職員として募集をされてたので、あ、はい、ピンポイント入社ですね。あ、そうですそうです。そのまま今のお仕事に、はい、その時も星の知識ってあったんですか？ある程度、うんうん、まあ、好きであるぐらいの知識ですけど、うんうんうん、ある程度はやっぱりありましたね、うん、どうですか YouTube やってみて、なんか反応とか。あ、やっぱありますよ、はい、特に天文台に来る子供たちとかっていうのは星が好きで天文台に来るんで、うん、結構見てくれてたり、あんまり天文台自体で表立って実は俺 YouTuber やっててってあんまり言えないですよ ね、うん、ね、星のお兄さんとしてこう、はい、YouTuber が勤める天文台とかって ね、はい、あ、よく似た人がね、うん、あ、そう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 、危ないですね。 YouTuber って子供に人気な職業じゃないですか、はい、だから YouTuber お兄さん、そうだからね、子供にはね、その YouTuber なんだよっていうと結構反応いいですよね、喜びますよね。え、そうなの、はい、チャンネル登録者何人とか、もう私19000ぐらいですけど、うん、今19000ぐらいかな。お、すげえ、そうなんや、なんか少ねえなって。そうなんですよ、10万人じゃねえのみたいな。子供たちが見てる YouTuber が大体100万人以上クラスなんで、シビアだ。500人っていうと結構そうですよね、はい、でもね、そこは頑張ってほしいなと思う。500人ぐらいから、はい、あの動画上げるたんびに見てくれる人がこう結構あの見えてきて、はい、ね、反応も返ってきて、うん、ね、うん、そうそう、これからって感じですよね。1000人まで長かったよね、やっぱね、1000人までやっぱ大変です。あのそこに行くまでが結構こう地道な感じで、1000超えるとまたなんかちょっと状況変わってくるんですけど、とりあえずそれまではこうコンスタンスに動画アップして、なるべくこう拡散してみたいな感じ、はい、ちょっと自分もリツイートするようにしますから。 あ、 ありがとうございます。ツイッターアカウントとかあるんですか？あります。あるですね、はい、あ、ツイッターアカウントじゃあちょっと概要欄に急ぎますんで、あの木曜日7時にアップされたら私それ拡散するようにしますから。ありがとうございますで、みんなに見てっていうふうにね、活動したいですね、うん、あれなんか YouTube やってて苦労話とかあります？撮影専用部屋とかがないんで、はい、あれですけど。 あの背景って自分の家なんですか？はい、自分の部屋のもうメインリビングですよね。メインリビングなんですか？はい、子供に、うんうん、酒井さんあそこ玄関やろって言われたんですよどんだけ豪華な家に住んでんだっていう毎回セッティングして片付けしてっていう。いや、めっちゃわかる、めっちゃわかる、それすごいわかる。あと撮影終えた後のピントがずれてるとか、あ、わかる、音取れてないとかね、はい、あの瞬間がめちゃくちゃげんなりしますね。やっぱ編集も結構時間かかって。あ、そうです ね、 ね、編集時間かかりますね、動画は。そうですね、今一発収録でも編集しちゃうんですよね。そうですね、動画撮るときは、はい、あの台本とか書いてからやってるんですか？あ、一旦台本書きますね。何喋ろうみたいな。台本書いてもね、台本通りに喋れるわけじゃないし、はい、そうです ね、 ね、そうなんですよ。あまり長くなりすぎないようにとか、あの一つ一つの話をそのできるだけ分かりやすく、はいはいはい、コンパクトにまとめるっていうのは考えてます。なんか最近 YouTube の主流が10分15分以上の長尺動画が YouTube 側の主流のようなんですけど、はい、あのあんまり長い動画作ってもそうですよ、ね、はい、見飽きるかなと思って、うん、私も10分は超えないようにいつも心がけてるつもりではいるんですけどね。はい、うん、そうですね、自分の YouTube チャンネル、あのどんな人に これから見ていって見てもらいたいなっていうか、こういう風にしたいなみたいな抱負とかありますか？もう老若男女問わず見てほしいなって思う気持ちはありますけど、世界人類に。ああ、もう世界、はい、ちょっと英語喋れないですけど、あ、そう、日本日本全日本人、全日本人に見てほしいなっていうのはありますけど、あのあまりこう
星空の世界、天文っていうと急にマニアックな世界のイメージがあると思うんで、入りづらいっていう人とかをの垣根をなくしたいです、うん、はい、素晴らしい、こんな簡単な話をしてくれるんだなって思ってほしいですね、はい、空を冬に空を見上げてオリオン座を見つけた時の気持ちをそのまんま、あ、それです、まさに僕がそうやって簡単な藤井明さんの本から入ったのと同じように、うん、僕と出会ったことによって星空見上げるのが楽しくなりましたっていう側に回りたい、原点じゃないですね、はい、でもそう考えるとさ、こうただベランダからね星を見ただけなのにここまで来たってすごいことじゃないですか、うん、星空に呼ばれたんですね、ですね、本当ですね、ねえ、どうしても子供って、日本は特にそうですけど、やっぱ学校とかさ、やっぱね、あの学力とかね、大学がうんたらとかさあるじゃないですか。でも結局そこじゃなくてね、人生やっぱり充実させていくのはそこじゃないんだよっていうかさ、うん、なんで子供がなんかこの科学的に興味持って星を見て星に入っていくっていうのと、こう酒井さんみたいに大人になってからこう星を見てああって刺さるっていうのって割と違う気がするんですよね、うん、だからきっとね、酒井さんの気持ちは子供だけじゃなくて、こう大人にもきっと刺さるんじゃないかなと、いや、そう思う、そう思う、心の隙間にこうすっと、はい、そう思いますね、なんか最後になんか視聴者の方にメッセージあれば、はい、うわぁちょっとなんすかなんかメッセージあれば、はい、どうぞいや、あのね、僕ね、酒井さんのチャンネルはね、はい、あのこの後10倍、100倍にね、あの登録者が増えるポテンシャルあると思うんですよ。あるあるある、ありがとうございます。あるあるある。で普通にああいうチャンネルがこう1万、10万登録になるのがきっとね、将来の、ね、美しい日本ですよ。ありがとうございます。いや、なんかぶっちゃけ自分みたいなチャンネルは、ある一定の人にはこう受け入れられるんですけど、お前らだけ見とけよっていうチャンネルなんですよね。そうそうそう、私とか、なんか、さんとか。母体じゃない、分母的にあの広い大きいところで勝負してるかというとそうじゃないから、うん、そういう意味では酒井さんの方が多分ね、うん、分母は大きいはずですよね。この動画見てくれた皆さんが登録してくれたら、あの次 YouTube 側のおすすめとかにも出やすくなるん で、 そうです、ね、ぜひ、うん、あの協力してもらえると嬉しいですね、はいはい、おすすめパワーでかいですよね、ぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします。じゃ あのしたっけねって言うんですけど大丈夫ですか。最後私したっけね、さよならバイバイしたっけね、はい、したっけね、したっけねを合わせるんです。あ、したっけね、じゃあそれでいきますね、はい、はい、それでは皆さん、今日はここまでやります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ、したっけね、したっけね、したっけね、バラバラしてるじゃないですか、ドッカンドッカン